Sedete, Cio, Cristo ga watastachi histori histori o yonde kudasai mas. Cristo ga watastachi o gozonji desu. Watastachi histori histori no rekishi, watastachi no histori histori no yowaza nado o shitte imas. Dakara koso watastachi o erande kudasai masta. No, juninin no naka ni iskariote no yuda mo imasta. Jesus Cristo wa Yuda ga kare o uragiro to shite ita koto o sude ni shitte ita. Mae motte shitte ita no ni mo kakawarazu kare o eranda. Kore okina okina shinpi desu. Watasutachi mo shochu Yuda no taido o motte imasu. Watasutachi mo kokoro no naka ni wa ironna katachi de Cristo o uragiro to shite imasu. Kare ga Messia de aru という ことを多分疑っていません。ユダもおそらくクリストがメシアであるということを疑わなかったけど、クリス、イエスはメシア通して現れるのを認めなかった。クリスト自身の生き方というか行い方、表し方を疑ったというか賛成することはできなかった。彼にとってはイエス・キリストが自分の民を救うことができるけど、そういう生き方、そういう態度の取り方によって民がなかなか救われないと思った。イエス・キリストは力を持っていたということを見て、だから信じた。彼がいろんな奇跡、いろんな印をしました。言葉も素晴らしかった。多くの人が彼について言っていたけど、ローマの帝国に対して何もしなかった。ユダは、その、最も熱心、その、ローマからの解放、自分の民を解放しようとしていた、最も熱心な、グループに属していた。だから彼の目的というか、彼の心の中にあった目的、彼の心と理性の中にあったメシアの姿は、自分の民をローマの帝国から解放するようなメシアだと。だからイエス・キリストはメシア、イエス・キリストには力があります。が、別のちっぽけなことにその力を入れようとしていた。イエスは罪人を許す、そして病気の人を癒すなど、なんとか素晴らしい。けど、民はローマの帝国の関係で苦しんでいた。人々の苦しみは、その政治的な、その人間的な、この世の、問題によって苦しんでいた、悩んでいた。人間の悩みは人間の外から来ると思う。こういう考え方を持ってユダがキリストに従っていた。で、キリストはそれを知っていた。で、この考え方はキリストを殺すまで自分をユダと全ての人々を連れるということもキリストが知っていた。悪魔はユダの中に入ったのは最後の晩餐の後。出た時に悪魔が入っていた。夜だったでしょ。そう、ヨハネ福音にこれが載っています。だから、その時まで完全にユダは悪魔に奴隷されたものではなかった。けど、誘惑があります。この考え方が誘惑でした。この世の、考え方、もう革命しなければならない。自分の民をロマの帝国から、その力から解放する必要がある。そしてメシアは解放すべきと思う。その考え方、その見方は少しずつ少しずつ、ユダの心を悪魔に対して開きました。で、悪魔が時が満ちれば、心、ユダの心の中に入りました。イエス・キリストはユダと戦わなかった。3年間の間、彼と共にユダが歩みました。それをキリストが許した。
だからクリストは知るしと言葉を通して自分の態度、自分の全てを表すことによってユダを助けようとしていた。けどユダはなかなかそちらから出なかった。私たちもそうじゃないんですか。だからクリストに呼ばれていても私たちも自分の考え方に縛られている、自分の価値観、自分の目的、自分の肉欲に、人間的な理性に縛られている。で、この人間的な考え方は少しずつ私たちを悪魔に対して少しずつ心を開けようとする。そして何とかの出来事の前で悪魔が完全に私たちに入ります。そして私たちは怒ったり、もう大きな争い、もう人を恨んだり、人との関係を切ったりすると、いろんな大きな罪に落ちてしまいます。キリストを殺す。相手において生きるキリストを殺す。相手の歴史を認めない。奥さんの歴史、奥さん自身を認めないこと。主人をそのまま、その弱さ、そのキリストが主人のうちになさっていることを認めないで、主人を殺そうとする。だからクリストを殺そう、クリストを渡そう、クリストを裏切ろうとする子供たちなどにもかかわらず、クリストが私たちを呼んでいます。クリストが私たちを、選びます。教師たちよ、ペテロも弱い、他の弟子たちも弱い、ユダと同じように弱い。だけどペテロは自分が誰であるかを分かった時には涙を流した。弟子たち、キリストに呼ばれた者の一番大切なことは砕かれた心。ユダがそれがなかった。それが、ユダにはその心がなかった。だから、自殺した。滅ぼされた。私たちがプライドに、閉じこもうとした時には、もう自殺するみたい。だから、弟子が自分の弱さをどん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 知るようになります。選ばれたのは、自分の力、自分の賢さのためではない。ちょうどその弱さのために選ばれたということを分かった時には、キリストの前に、キリストを従いながら、キリストの前にひざまずいて、主よ、憐れんでください。涙を流す。で、キリストが、それ、私たちを憐れむ。そして私たちに、その務めを与える。ペテロに与えた、その牧者の務めを毎日与えます。そして私たちはキリストの名によって永遠の命、つまりこの許し、経験した許し、弱いこの世の人々に使わされている。そしてみんなと同じようなものとして使わされている。みんなと同じような罪を犯していた私たちが許されたものとして、つまり天国に入った。天国は許し、永遠の愛、無限の愛のこと。で、この経験をして、つまり涙を流して、そしてこの経験をして、キリストの愛を毎日一秒ごとに経験しながら使わされたものです。あなたと私、キリストは誰であるかを知っています。それを認め、それを愛し、それを自分のものとし、そしてあなたと共に、あなたの弱さの中に彼の力が現れ、あなたが病気の人、そして悪魔、悪霊に対してさえ力を持って悪霊を追い出すことができます。